視聴ありがとうございます。夏本番、真夏の暑い夕方の宮崎空港にやってきました。夏休みの忙しさで慌ただしい最中、時間の変化とともにランウェイチェンジが発生しそうです。そんな夕方のラッシュが続く中のランウェイ09エンドより離着陸シーンをお届けします。ぜひ最後まで見ていってくださいね。それでは本編スタートです。今日も厳しい猛暑で遠くの空に雨雲が湧き立っていますね。そんな中、ランウェイ09へ向けてファイナルのライトターンを決めてやってきたのはこの機体です。ライトローアップライナー Thank you。ここでまさかのヒヤッとハプニングが発生します。わかりましたでしょうか。その差数十メートルのところで野鳥が到着機をかわしましたね。バードストライクにならなくて何よりでしたね。滑走路進入許可が出ました。機体はゆっくりと滑走路へと進んでいきます。離陸許可が出ましたね。いよいよ離陸開始です。今日も元気に行ってらっしゃい。福岡行きの ANA のダッシュ8に滑走路進入許可が出ました。足早にランウェイ09へと進んでいきます。いよいよ離陸開始です。
ランウェイ09クエートランサキ。JR のエンブライルが宮崎市街地の上空を気持ちよく飛びながらベースターンに入ってきました。たくさん湧き立っている夏の雲をバックに引き続きランウェイ09へと向かいます。いよいよ着陸です。夏場の宮崎空港は季節風の影響で南寄りの風が吹く傾向があります。ここまでは南南東の風が吹いておりましたが、この時間帯になって西寄りの風、南南西の風へと風向きが変化しつつあります。そろそろランウェイチェンジが発生しそうですね。動画も後半戦、夕方のラッシュはまだまだ続きます。今日も元気に、いってらっしゃい。フライフォーカンタレーダーレイコンタレーダーエピッチフライフォーレイ。ちょっと風が強くなってきましたね。横風に煽られながらもクラブの体勢で降りてきたのはこの機体、ソラシドエアー東京羽田空港からの到着便です。夕方のラッシュが続きますが、ここからラストスパートまで
出発便の離陸シーンを4連発でお届けします。ぜひ最後まで見ていってくださいね。離陸した機体は上昇を続けながら180度右旋回を行い、一路東へと進路を向けます。今日も元気に行ってらっしゃい。そして最後にお届けするのはこの機体です。最後までご視聴ありがとうございました。皆様からのたくさんのコメント、グッドボタン、チャンネル登録お待ちしております。それでは次の空港でお会いしましょう。